するんだよ。はい、ロマンの皆さん、こんばんは。今日はダーティアワゴンマンの古田君がですね、急遽仕事がなんか年度末で忙しくて来れなくて、かわいそうですね。ああいう、ね、帰れないような仕事をしてるしゃべるね、気の毒でした。ということで、今日私一人で、一人だっていうことなんで、ね、最近結構ソロをやってるんですけどね、やはりバンドは一つだけにしようかなと。ね、厚美さん。はい、それではちょっと5時を回りますので、ちょっとね、曲が80曲ぐらいだ。今世紀は日本で活動しているだけでございます。来世紀はヨーロッパの方ですね。と言いながら曲を見失っているそんなに選ぶほどはないんですけどね。Thank you.
めったに間違わないですからね、これね。言い訳はなしに。続いて、次は3曲目ですが、150年前にですね、私がヨーロッパで音楽活動してる時ですね、まだ売れないフレデリック・ショパンという売れない若い演奏家のピアニストだったんですけど、ね、見えたと、うなずいてもらうと非常に嬉しいんですけど、150年前にポーランドでですね、そういう人知り合って、売れる前にですね、わざわざ私が日本から来たということで、フレデリック・ショパンが書いた、言えてない、おかしいな、フレデリック・ショパン、ね。彼からもらってきた曲があります。ちょっとそれ皆さん今日初めて聞くと思うんですけど、と言いながらもう2年ぐらいやってます。多分皆さん初めて聞いたと思うんですね。似たような曲はノックタウンって曲が非常に類似した曲がありますけどもね。そうやって言ってもう言い続けて1年半、ね、本当にバカらしいと思いながら真顔で聞かないでくださいね。もうやってる方もちょっと結構つらい、本当つらいことはないですけど、シラフでやると非常に辛いものがありますので、やっぱり酒の力を借りてライブをやる方がよっぽど楽だな、ねね、何言ったかはね、覚えてないし、特に厚み込み。はい、良くないですよね。とは真面目に、僕が敬愛する、ゴールデンカップスのリードギタリスト、エディ・バンの曲でございます。横浜本気ブルースという。やってみます。
一人のお酒悲しくて映るグラスはブルースの色例えばブルースなんかごめんなさい聞きたい夜は横浜の海とヘミングウェイなんかにかぶれちゃってさクローズナギリなんかに匂いしめてたあんた知らないそんな女
進化したって、これは全部私が悪いんですけどね。それでは今年の課題曲であります、ルート69じゃねえや、66という曲をですね、はい、こういうところで進化されることですね。ルート66、ね。いやね。ちょっとやってみたいかなと思います。
ドルウィルス・ジョプリン・ミズリーオクラホマシティ・ルクス・ファイディ・プリティ・ユーシー・アメリロガラ・ニューメキシコフラグ・サファルゾナ・トンポ・ゲット・ベロナ・キング・ラン・パスサン・バラディ・ド・ワンゲット・タイムリー・トリー Thank you.
ね、ジョージ・ハリソンが、自分の奥さんパティ・ボイドをエリック・クラプトンに寝取られながらも平成を装いつつ男の強がりであんな女くれてやるわよクラプトンねと、そういう歌でございますよね、これね。あ、そう、俺は教わったよ、小学校でそういうふうに音楽の先生が教えてくれた。これは失恋の歌だからね。そうですよ、どうね、ね、なんだ、みんな勉強不足だな、もっとね、上目だけでビートルズを語らないように、特に目安不足なんだって YouTube 流れてんだよな、また出来に回しちゃったぜ。一番怖いのは、あの思ってもいないところに指が行くのと、押さえていなきゃいけないところに指がないってこと。違う、これすごいスリルですよ、これね。ベーシストもそうだと思いますけど、あれ違うじゃん。まず相手を見ますよね、お前間違ってんじゃねえよってね。実は自分が違ってるんで、ね、バンドの中によくあるから、パパは自信持ってるもん、絶対のカリスマだもん。最後にですね、もうやっておりますが、チックコリアのスペインで曲でございます。Thank you.
はい、じゃあちょっとインターバルで休憩の時間をいただきます。どうもありがとうございました。